はい、どうも、こんにちは、ひばりです。世界樹と不思議のダンジョンですね、やっていきたいと思います。今回こそはね、ちょっとね、まあ、第3迷宮クリアしたと思うんで、ちょっとね、結構録画外でやっておきました。ですので、レベルも上がってますし、アイテムも結構ゲットします。というわけで行きましょう。もう今回は絶対勝てるっしょ。まあ、あいつ HP 何本あるかわかんないんですけどね。まあ、間違いなく1000は超えてると思うんですよね。まあ、与えた感じで言ったら。で、前でもね、必殺技使う前に終わったんで、ちょっと必殺技使ってね、2、300与えとくって大事ですね。邪魔だ。でな、これな、パーティーの、な、リーダーを、よし、これ OK。で、とりあえず速攻で行こう。呼び寄せいらん。魔人、あ、これでも強いで。70食らうからな。試合行こう。シャイターン。前石使うか、こいつ強いから。攻撃力こいつの高いからな。HP も高いし、守備力も高いから。フライボー戦闘で行こう。よし、行こう。機関、うらぁ強え。よし、行くぞ。で、ブラストは絶対貯めとかないといけないんでね。ブラストギル貯めながら行きます。もう基本ですね。焦らず行こうぜ。よし、行くか。行こう。焦らずに、コツ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 行く。俺は絶対勝ってみせる。そうか。なるほど。金ゲット?なんだこりゃ。下級。呼び寄せ。いらんな、呼び寄せは。まあ、いざとなれば呼び寄せを打って、打ってというか、伏せて、違うの拾っておきたいところやな。ででお、剣。え?ああ。スキル封じいらんな、別に。ハーケンビクゼってこれあれやんな。確か。ああ、弱いんか。いらんわ。よっ!いきます。あ、こいつ強いってほんま。黙ろ!雑魚野郎!はい、はい!真ん中か。中央ですね。よし。おお、敵。おっ。フライボーめっちゃ守備高えな。ててて。守備高こいつ。敵も効かへんもんな、でも。さすがやな。やっぱ前衛色あるだけあるで、ほんま。前衛の職業やからめっちゃ強いわ。守備が高い。守備って大事やな、やっぱ。で、一撃はやっぱ重いから。はい、関係ない。オッケー。ブラシ溜まったー。大事やかな、ブラストゲージは。混乱の巻物か。いるな。いらんわ。ビクゼいらん。ビクゼ抜いて、いきまーす。交代。はい。強っ。え、サンダルだ、強っ。マジで?すげえ!うわ、覚えてよかった、サンダーショット。いた!いた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 。めっちゃ強かったよ、サンダーショット。うわ、やば。属性弓、属性の銃めっちゃ強いやん。バカ野郎!
解いてやろう。はい。ほっ。いけ。なかなかじゃないか。死ねえよそろそろ。そう。スパイダーうぜえな。よし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 。オッケー。オッケー。オッケー。よし。ふう。蹴散らしたぜ。 TP 大事だからな、めちゃくちゃ。きちんと TP 管理しながら行きたいな、俺は。お、ラッキー。来た、でかいぞ。何これ。あ、兵器の帯いらんな。パイいらん、いらん。鈍足か、いらんわ、いらん。おー、いらんな。いらん。いらんな。売るか。まあ、いいか。大したもなかったな。よし、ぶら下げても2ゲージぐらい溜まりそうやな、もう。まあ、3溜まったら OK なんでね。もう準備はもうやってきたからな、俺はもう。この日のためにな。すべてを俺はしてきた。あ、これ拾っとくか。使うかんで。読む。読んじゃうよ。上かい！メジャー下見とくか。あー、これいる。これ強いからな、一撃。まあ、いらんやつどれやろな。まあ、これいらんな。これはいらんな。行こうじゃないか。参る。関係あるかい。そう、全部無事できる。分かろう。あ、これ結構 HP 高いな。そう、よーし、いきます。でかい。いきます。よしよしよし。近く来い。おお、結構。敵めっちゃおるやん。やばい、ヤンヤンマめっちゃおるぞ。どうしよう。あー、これまずいパターンか。敵めっちゃおるな。どうしようかな。あー、まあ、睡眠使っとくか。まあ、山だって使うか、睡眠。まあ、まだいけるな。ほう。よし。よし。すげえ。腰はめっちゃ強なってへん。バケモンみたいに繋がってへん、腰山。すげえ。関係あるかい。おーい。完璧っしょ。痛えな。はい。はい、はい。お、お、すげえ、毒で鈍足になった。すげえ。
はい。毒の火薬いらんな。よし、行くか。来ました、次。次への扉だ。行くぞ。勝てるか、俺は。いけるな。モグラ強いな、ちょっとあいつ。強いな、モグラ。よし。よし。TP まだまだ全然あるぞ。いける、ほら。それぞ。バカロ。ナイス。ナイスショット。明かりを呼んでおくべきやな。読め。お、またガーゴイルあるやん。焦点あるぞ、また。言っとくか、あれは。敵めっちゃおるな、あそこ。セミの場合は敵クソほどおるやん、逆。どんだけ敵おるの。雷撃。あいつ雷弱いから雷撃取っとくか。力いらんな。あー、金もったいないな。いらんか。呼び寄せいらんな。雷撃食らうかもしれない、あいつに。あの、カエル、雷弱点やからな、あいつ。絶対に。来やがった。デモホッパー。アクセルホッパー撃破。通るしかねえ、あの、いや、湧きすぎやろ、これ。どんだけ上がんのや。よいしょー。これめっちゃ強いやな。え、まずい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 。まずい。あぶね。くっそ、あぶねえな、こいつ。バカ野郎。あぶねえじゃねえかよ。バカ野郎。なるほど。こっちは、よし、戻れ戻れ、よし、ほいほい。どこ行けん、どこ行けん、どこ行けん。ほっほっほっ、強え、ワルツ強えわ。さすが。全然よい、全然よい、全然よい。やるかい。毎日強えな、こいつ。ふい。ふい。ふい。ゴリ押し。さすがやな、ほんま。フライも殴り合った時にめっちゃ強えな、こいつ。次 HP だっけ。こいつを殴れってるの頼もしさ半端ないわ。ほんま頼もしいで。ようこそ赤字地点へ。強化解除。世界中いるっしょ。まあまあドリラやな。呼びやすいな。メディカ2。ああ。いらんか。入れとく？もういいな、これは。はーい、いらないですね。
はい、安すぎ。へい、サンキュー。どうも、行きましょう。勝てる、今なら勝てる。そう、光を確信した。行くぞ。どこ行け、どこ行けんの。行くぞ。もうすぐやぞ。ふぅ、ほら、こいつ、うざい敵ランキングトップのひっかきもぐら。あいつ遠隔攻撃はほんまきしょいからな。おい、 TP めっちゃあるぞ。まだ星山の三大将とか思った以上に強いから。バカめが風雷王に効かんのだよ、そのダブル。いくぞ。何、やべ、使っとこ、一応使っとこ、一応使っとこ。お前が先。よし、ナイス。お前だ。殴り合っても勝てるぜ俺は。なめんなよこの俺を。ライトメス真空波50ダメージか。どっからでも50ダメージ与えれると考えれば強い。いらんわ、今いらん。このボスに勝つことは考えろ。いらんやん、考えろ、その一点のみ。よし、オッケー、オッケー、オッケー、いらんやん。使おう、使おう。読む。よーし、見えたぞ。無視しよう、もう。うらぁ、成敗。よし、いけるいけるいける。4ゲージ溜まってる、いけるぞ。来た来た。 HP 大丈夫、行きましょう。行くぞー、勝つ。まあ、初手でターン、敵の攻撃封じなあかん、絶対に。離れなあかん。戦闘の構えだろう。風雷棒一人残してから、離れよ。あ、めっちゃいました、俺全員。熱いぞ。まずこれ、実は止める動きを。多分麻痺が効いた気がするな、結構。麻痺効いたはず。いけ！マジかよ！それ聞けよ、お前、ほんま、一回なんか。これか！麻痺！よし！来た！でかい。離れます。離れます。近づきます。で、こいつは公園に行く。離れる。攻撃開始！オッケーオッケーオッケー！もう、無限にはめれる、ここで。で、こいつここ行って。で、こっからリジェネ使っとくと、こいつは。麻痺しちゃった！あ、次へ！麻痺！来たぞ。ここで俺はあえて、麻痺！よっしゃ！よーし。リジェネ。よらー！サンダー！お、完璧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 。完璧やで完璧やで。もうない、別に。これは空ぶっとく。よし。これは相手嫌なんだよ。よし。ゆっくり行こう。オッケー。おー、めっちゃ強い。来た！使っとけよ！オッケー！最強！で、お前は、麻痺麻痺麻痺。麻痺！ほら！オッケーオッケー。かかってない。麻痺麻痺麻痺。麻痺最強説。これめっちゃ強いんけ。ほら！止まれ、よし、来た。止めてから、かけらつぶで、おらー、サンダーショット電撃巨人。
魔人の吐息。うらっ、うわ、勝った。余裕やったやん。めっちゃ腕勝ったぞ、こいつ。いやー、よかったー。なるほど、どうやら再活動の怪物倒されたら、もともとあった樹海自軸が復活するみたいね。あ、これがサラか。貴重なデータを得られたわ。お、いやー、え、コアがついてなかった。ほうほうほう、なるほど。琥珀を得て、魔物が力アップしとると。地下水が溜まっているところに巨大な琥珀が転がっているでしょう。もしあれほどの巨大な琥珀を摂取したら、体が耐えきれずに倒れてしまうが、見たこともない怪物が生まれると思う。さっきの怪物はきっと後者ね。ああ、なるほどね。なるほど。ほうほうほう。よーし。いやー、もう麻痺攻撃がめっちゃ強いですね。で、ガンナーの麻痺攻撃が200食らうし、めっちゃ強い、あれ。うん。やっぱここは麻痺でクリアするべきですね、この水のところはね。属性攻撃強いな、やっぱり。で、しかも、麻痺の意志があったのがでかかった。はぁ。ポカリうめえな、あいつ倒した後の。あいつにもう3回ぐらい負けたからな、トータルで。ここでだから数時間、もう5時間ぐらい使ってるかもしれないですね。もう下手したらもう。そんな使ってないかもしれんけど。いやーもう、最高。プハーって感じ、今。うん、ちょ、レベルだけ上げるわ。もうそれが楽しいから一番。うわ、レベル2上がっとるやんけ。おい、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 おい。おい、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 おい。りー、何しようかな。土風。ブーストかな、まあ、やっぱりブーストってブーストしすぎやけどな、こいつ。もうどうしようかな。鉱物学、何これ。おお、微妙か。トンネル、すげえな。低下させる、これ強そうやな。これも強いな。2ターンコードなる。かまいたち、辻風の次か。竜退治、もうこの辺も強いんかもな、もしかしたら。覚えとく？昆虫退治、竜退治。TP 消費がめっちゃ激しいんやな、これ。銃使うからな。やっぱパッシブ取った方がいいんじゃない？やっぱ。って思うから、パッシブ取っとくか、こいつは。まあ、守備硬いから俺と使えるけどな。レベル上がってないな、マジで。上がっとるわ。オッケー。いや、属性攻撃めっちゃ強いわ、これ。ほんまに。これいるわ。これ絶対強い。ほう。もう属性があったらもう勝てるで、ほんまに。めっちゃ強ない、属性。はい。というわけで、とりあえず今回は、なんとか勝利。というか、まあ、結構ボロ勝ちでしたね。できました。まあ、ちょっとね、世界中の迷宮にどこまでするかわかんないんですけど、全クリまで実況でするかどうかわかんないですけど、まあ、どっかでやめるかもしれないです、実況自体はね。まあまあ再生もされてないんでね。まあ、わかんないですけど、まあまあ、出なくなったらやめたと思ってください。まあ、やめたというか、まあ、実況はやめたと思ってください。まあ、多分、プライベートでちょくちょくやると思います、これは。好きなんでね。はい。というわけで、とりあえず今回は、とりあえずね、カエル倒しました。まあまあ、結構、まあ、ここまで10本くらい上げたんで、世界人の面白さってのは伝わったかなと思うんで、まあ、それでまあ、俺のやりたかったことは、一通り済んだかなと思うんでね。まあ、こっから先はほんまに、まあ、実況はまあもう、できれば実況しますし、ちょっと、無理やったらで実況しない感じでいきたいと思います。はい。というわけで、とりあえず、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。